どうも、肩慣らしです。マッハスピードお届けです。おはようございます。お疲れ様です。はい、ちょっと時間空いたからね。はい、ネタ見せとライブまでの時間がえらい空いたんで、ちょっと劇場の方で事務所のライブが復活したっていうね、お客さん入れずにですけども、これも何ヶ月ぶりだ。いや相当やな。事務所のライブってまあいろんなパターンがあって、その YouTubeライブみたいなね、ちょろちょろやってたけど、ちょこちょこやってたけどね、その若手たちが所属に向けて戦うライブみたいな、はいはい、のはもう実に数ヶ月ぶりで2月3月でも覚えてないぐらいだね。うん、半年ぶりぐらいじゃないですか、うん、でこの事務所、ね、我々のライジングアップっていう事務所が立ち上がったのが去年の6月で、まあ一応俺マッハスピード放送局が、トップでやってくれということでやらせてもらってて、そしたらありがたいことに何十組の芸人若手たちが入りたいということで、はいはい、来てくれて、毎月3本ぐらいライブやりながら、その何十組の芸人をまたこう覚えるところから始まって、そうね、ほぼ初対面だからね、みんなね、でこいつらはこういう名前で、こういうバックボーンがあってとか、覚えてちゃんとネタ振りとかね、ちゃんと、トークの振って返すみたいな流れもできてきた中、1年後コロナになって、で今日もう全ての情報忘れてますから、ね、いや忘れてはない、いや名前も何も覚えてないないやなスタジオは何もかも覚えてないことないでしょ。覚えてるでしょある程度。えいやここになんか名前あって、アンコー、いやでも全然アンコーズなんかもうエースじゃん。アンじゃあこれチャンバはなんか坊主の子、あの柔道やっててカリフラワーイヤーの子やろ。知らないよ覚えてないもん。カナブンブン。カナブンブンって何なんすか。メシダくんですか。メシダくんでカナブン。メシダくんがお笑いコンビなんでカナブン組み直したんですか。カナブンやめてカナブンブンになっちゃったどういう流れやねそれ意味わかんねえよ。まあまあまあ、ね、インパクトね、ある子は。でしょ、まあ、いや、確かに確かに、あの時は覚えてたはずなんだ。確かにもっと覚えてた。あなたそう、覚える方でもないのに、そんなでかい口叩かないでくださいよ。ただ横で口呼吸してるだけなんですか。誰がただ横で口呼吸してるだけだ。殺すぞ、いい加減にしないと。いや多いだろ、ツッコミが。数が。足りなかったわ、怒りが。いやいやいや。いや、だって完全に、完全に忘れたみたいなこと言うから。ある程度はね、いやそれは大きく言うけどさ、はいはいはい、でも覚えてないよ正直。いやまあしょうがない、半年道端コンサート覚えてるわ。誰？いやだからあれよ、網かぶった仏教のさ、尺八のこと、オスカーの忘れないじゃん。いやあんなんも 顔の方がインパクトあんじゃん。よく覚えてんね名前ね。顔むしろ見たことないよ。すごいわ、あれかぶってるからいつも。そんだけ情報入れてんのに口呼吸しかしてないな。ほんとは2回しない殺すぞ、ボコボコにブチブチに潰すぞ肉の繊維。あ、受けなかったこんなに受けると思って言ってねえ別に。いや今めっちゃ無駄に出したじゃん。いやそもそもあっち意識して喋ってないから、あっち意識して喋ってないから。いやいや、こっちのラジオ明らかに乗ったじゃないですか、笑い声が。芸人さんで笑い声好きなんだね。ね、はい、何の話がしたいの？忘れちゃったっていう。ん？ああ、うん、まあまあこの流れだから、まあちょっと今回は、うちの若手芸人紹介でも、あ、いいじゃないですか。していけばいいんじゃないの？やりましょう、やりましょう。アンコーズね。アンコーズがこの前、M1 の2回戦でものすごい、LINE じゃない、Twitter で結構、あ、俺を見た。こうコメントが多いというか。ついこの間、ね、誰よりも面白かったみたいなコメント。一受けだったみたいな雰囲気になって。ミッキーよりも受けてたみたいな。ミッキーさんの前だったらしいよね。あ、そうなんだ。並びで、うわミキのさんの前やだなみたいな雰囲気だったんだけど、うん、もうなんなら受けの量はミキさんより行ってたみたいな雰囲気。だ、だからぶっちゃけその M1 の M1 受けするコンビと、普段から受けてるコンビととか分かれるからね。うん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 、アンコーズって別にそこまで普段使いは良くないと思う、うん。結構キャラがね。そうそう、独特だから。うん、もうめちゃくちゃ職質受けるアビコっていう。危なっかしい。もうすごい、何例えられない、もう目がギョロッとした。ノラの爆笑問題太田さんみたいな見た目ね。もう野生のキャラは違うけど、もう本当に見た目ね、捨てられて、
20年ぐらい経ったぐらいの、うん、もう爆笑の太田さんみたいな見た目で、うん、って感じだよ ね、 そうね。で激ヤバだから本当職質1日4回ぐらい受けちゃうみたいな。職質受けすぎて地元の警官とは知り合いで、うん、もうさすがにその警官からは職質受けなくなったけど、うん、久々にその地元で職質受けたと思ったら、うん、その新人警官の練習に使われてたって、うん、ああなるほどね。もう知り合いになってる警官が「おあいつ行ってこい」って「怪しいだろ怪しいだろ、うん、行ってこい行ってこい」っつってすごいそう新人警官に来られて久々だなと思って後ろ見たらそのベテランがこうやって「マリネすいません」使っちゃってみたいな感じぐらいのもうほんと、もう新しい地に行くとすぐ職質受けると。実はらしいからね。実はでそれをうまくネタに使ってたりだとか、まあそうそう聞くとこによるとその職質系ネタでは今回なかった。あ違うんだかな確か、いやわかんない俺も詳しくはあれだけど、まあ YouTube でそろそろ見れると思うので2回戦の模様はアンコーズツッコミのね辻元くんのもう真四角の青年ね俺は丸だと思ってたけど、いや真四角あれ四角だと捉えてる。四角四角丸いよねあれ四角真四角のいや肩幅がすごい角張ってる。いやもう真四角の青年顔は丸いよね。ヌーボーみたいな古くてわからん田代正史が CM してたお菓子わからんってそれはヌーボーのキャラみたいな黄色いでかい子です。で確かにキャラクター2人ともあってねいいんですよ M1 っぽい M1 向きかもそう M1 は普段受けてないコンビも爆発的に受けることがあります。そうだあだからそこを意識してネタやってるコンビもいるはずですから。アンコーズハマるんだ。アンコーズはもう自分が信じた感じをやってたんでね来るかもね、うん、近いうちね、うん、俺らのカポエラの時の年もそうだったもんね。もう決してライブでは受けなかったもん。決して受けなかったね。決して受けなかった。でも俺受ける気しかしなかったもん。あの大舞台で あんなのが出てきて、うん、みんな真面目にやってるところを動きありでやったら絶対受けるんですよね。あの年はちょっとうまくいったんだけど、まあ、なんかねそんな感じで他に気になるコンビというか紹介したいね。もうでもあんまいないな、うん、ジーターね。ジーターは割と、うん、ほんとびっくりするぐらい、うんコントがうまいというかさ、うまいよね。いるじゃないですか、やっぱその最近だとさ、もう最初からうまいやつら、うずきとかちょっと前の今で言ううずき、ザマミーのねザマミーのトリオとか出てきた時もあれも半年かからずになんかもううちさまライブとかで優勝してたり、なんかやっぱ違ってる感じあったもんね。やっぱもうパッて見た瞬間あうまい、こう演じられてる感じとネタの構成とかの典型的なうまい、うん、まだ若いジーターは組んだばっかみたいな感じでも完全に演じれてネタの構成しっかりしててみたいな、うん、いい若手コント師なんだよね。キングオブコントもね。ああそうです。準々決勝かな。準々決勝までいったりだとか、でも全然準決勝もいけそうなぐらいのネタだったよね、うん、戦略斉藤さんだとか、ああそうかテレビ番組とかも、出てるっていうことで、そう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 、もうちょい露出増えたらちゃんとファンもついて、うん、いい感じなんじゃないかな。かっこいいしね。かっこよくはないけどまあまあの顔してるから雰囲気あるから、うんうん、シティーハーコントみたいな顔してるよな。そうそうそう、シティーハーみたいな。ちゃんと髪とか染めりゃいいのにな。なあ右から早くいいんだよ、意地張ってねえで何どうせやるみたいな。じじいになるから、はい、どっちかチリチリにすりゃいいよ、ね、なんか早くな。そうそう早くした方がいいあっって気づいた頃にはもうちょっと遅い感じになってるからやんなら早くしょ。イタリアンシガブルドックってね、あ、はいはい、まあ、若手と言いながらも我々と同年代だと思う。若手で俺とためだよほぼ。もうだからもうクソじじいです。クソじじいのほうね。クソじじいが若手と偽って、ね、って後輩ずらして入ってくる、くるんですよ。そう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 。ね、もともとイタリアンっていうコンビ名だったんですけど、なんか最近覚えにくいイタリアンシガー。シガーとブルドッグをつけて、来たと。来たと。もう SNS 時代に。あ
常に良くない、8文字増やして帰ってきたある日突然ある日突然強いね。っていうのもイタリアンっていう名前は、うん、実は島田洋七さん、洋七師匠につけてもらったっていう、ね、レジェンドですよ。もともとイタリアンシガブルドッグは、うん、オスカー所属だったので、うんうん、オスカーに所属していた島田洋七さんに可愛がってもらってて、うん、っていう流れでイタリアンって名前つけてもらった、うん、なんだけどもイタリアンで、うん、その洋七さんもよくその SNS とか使わないから、うん、もうイタリアンって多分一人こういう会をしてるから、うん、その人と洋七師匠はすごい仲いいんだよね、うん、でそうやって言ってた。もうだから俺名前考えてくださいって言ったんだって、うん、したら分かったで普通その場でさ、ああいうのたけしさんとかさノリで、うん、じゃあお前そうだよ、ね、なんとかでいいよって言うけど金玉なんとか洋七さんは多分すごい真面目で、うん、一回持ち帰らせてくれって。なんでだよ早く決めてくれよ。持ち帰って重いなそれは。何週間後にバーって集まって発表する、うんうん、イタリアンだってなったでも完全にだからもうあの人の顔のこう多分寝る前に考えてるとあの顔が浮かんできて、うん、もうちょっと顔濃いからイタリアンってなったんだろうね。いろいろよぎった上のイタリアン。そうところがどっこいイタリアンにしたところ、うん、検索かけてもイタリアン料理イタリアン旅行イタリアンしか出てこないから。そりゃそうだよね。ある言葉だから、うん、っていうことでもう ひどいとイタリアンは。イタリアン吉先生吉先生吉先生そこまでやっぱりもうまだ申し訳ないですけど師匠と、はい、イタリアン実はこういう今こういう時代でご存じないかもしれないですけど、はい、非常に不便ですって言ったら、はい、おわだ持ち帰るっつって持ち帰って数日後、はい、イタリアン、うん、シガーブルドッグやいやそこ洋七さんだったかな。そこは自分でつけたようなっていうね、ことで、はい、っていうイタリアンシガーブルドッグ、はい、全然どうなの、まあ、関西のコテコテの漫才をやる感じで、まあね、まああの洋七さんとずっと今でも週5で電話してるらしいからもうすぐ仲いいよね。意味がわからない、ね、焼肉食ってたら電話かかってきたもんね、うん、ちょっと洋七さんから電話なんでって、で後でじゃあ電話するわって終わったらしいからね。今日のライブどうだったんやって電話かかってくるらしい。公演ライブどうだったんやって言ったらしい。こうもないよだと思うんだけど。で、吉師匠もやっぱりその、うん、ラジオをやってらっしゃるから、はいはい、やっぱラジオのためにやっぱ若いのと常にこうつるんでると、うんうん、トークもできるしエピソードもできるし、そうね、その若い脳の返しとかもこう入ってくるってことでつるんでるなと思うんだけど、なかなかそう若手のすごい ね, やっぱねこういう機会 ないだろうからね。貪欲っすね。そうだね。いやそう、七師匠ってめちゃくちゃ面白いからね、やっぱね、適当で嘘ばっか言ってて、うん、ボジに夢中じゃねえ、似てるバラ色ダンディか、うん、バラ色ダンディスツイードバシ博士と一緒の時期があって、うん、あのよく僕も運転手してたんでツイードバシ博士その流れでこう見学しに行ってたんで、うん、やっぱすごいですね。まあ適当でやっぱ優秀なツッコミみたいのがいると、うんうん、もう乗っちゃうんだ。乗っちゃうよ。もう面白くてしょうがない。嘘つきなんだもんだってボケというか、なんかそうやな、バイバーちゃん全部嘘って話だよ、ね、そう、うん、あの YouTube のさ島田紳助さんとのガバイバーちゃんのトークめっちゃ面白いよね。もうあ本当に全部、うん、全部嘘よー喋れまんなばあさんってこうばあさんこう言ってたんやって話し始めるんだけど、いい話みたいな感じで、うん、でばあさんそんな長く話したんみたいな全部つつかれて、新助さんに、まあ、そうやゴニョゴニョってするやつあれ面白いですね、ガバイ若手ということで、ガバイ若手イタリアンシガーブルドッグが、うん、まあいろんなコンビいます、ね、でも最近、うん、そういう流れ出てきてるのはそんなもんですかね、うん、アイボリーズはアイボリーズは男女コンビですね。これせっかくここにいるんですから。アイボリーズ男女コンビで一人女の子、うん、そう、男女コンビがいないんだよね今のところ。ライジングアップはそうっすね、一組だけ、うん、アイボリーズで若いですよ。ここも23歳ぐらいで、うん、女の子が黒鳥ちゃんが黒鳥が、まあ、26 26? で、あ、金子の方が若いんだ。男の金子
ってやつが23歳。24歳で、まあ若くて、うん、まあ、でこの金子ってやつがめちゃくちゃコンビ別れが多くて、うん、組んではやめて組んではやめてみたいな感じで、うん、いるよねそういう人ね。そう、うん、何が気にないか分かんないけど組んではやめて、うん、で落ち着いてんのが女の子だって言って、うん、じゃあなんかね気持ち悪いな小さい声で言うの小さい声、まあ、実際気持ち悪いみたいなキャラの漫才があったりとかして、そうなんだよね、あれ本当なのかな怪しいけどねまあそれがね、そうだね、キモい師匠、師匠としてすごい、あの崇拝されてんじゃん。ああ俺は結構金子ね、素晴らしいキモさです。はい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 、あなたのキモさが、あ、キモいいの、どっちが勝つの、ああいう時って。あ、その先輩として師匠みたいな感じで来てくれる喜びと、はいはい、根っこはやっぱキモいから、キモいの師匠として、うん、完全にキモいと思われてるっていう、だものすごい複雑よ、だからはっきり言ってどっちがかろうじて喜びが 0.1% ぐらい勝つぐらいで、だから複雑よ。でもたまにやっぱ追い越しちゃって、うん、イラってくるときイラってくるときはあるちょっとそんなにそんなにじゃないよと、俺のキモさを100では100では喜べない、それは喜べないですね、はい、でも、はい、しっかりしたな。まあ、黒鳥ちゃんは僕、うん、地元一緒ですか、千葉県野田市。野田なんだ、今でも千葉県野田市から通ってるっていうことで。ああそうか、うわやる気ないですよ、だからあなた通ってお笑いやってるなんて、うん、やる気ないって結論になっちゃうの。もうまあ状況はしないのかね、しないんじゃない、まあ、出ればいいのにね。やっぱね、七高台から柏でバイトしてるらしいからね以上柏以上は出る、ね、チリ感が分からへんね、あの辺、うん、そうなんだ、もうちょっとだけ、だ日暮里ぐらいに住めばいいのに。あ、そしたら柏も行けるし。ああそうなんだ、うん、東京も行きやすいし、うん、でやる気ないんですよなんかあるんじゃない、家の事情とかそういうのがあるんじゃない、例えば家の事情あんのかな、高齢のお母さんがいるとか。あ、じゃあ普段は高齢のお母さんを看病しながらすごい笑いをしてるんだ、うん、ああじゃあそれ何も言えねえな、そう勝手に決めつけたけど、バックボーンまで、はい、悪いこと言ったな面白いコンビでね、漫才、うん、期待の、まあね、そうですね、まあまあ他にもね多数面白若手コンビ、ね、トリオピンいますんで、もう YouTube の方で、うん、あれ残ってもね、ライブの残ってる模様とかね、し、まあ今日とか、まあ今日ってこれいつ流すか分かんないけど、このあの生配信で、それ無料なんで ね、無料で見れば普通お金取るでしょ。ほぼ毎週水曜日いろいろやってます、ね。もう今月から始まりますんで、面白い若手がいるよっていうのが、まあ、チェックしても全然ね、うん、早めにそうこう目つけて自慢できるような粒揃いでございますので、でコメントで投票できるようになってるみたいですから、見てもらって面白いと思った人に。まあそれは今日の話ですからね、うん、まあでも今後しばらくその形でやるんじゃないですか、ね、はい、注目してみてください。はい、いってらっしゃい。